皆さんおはようございます。新大ハイプ人文学部3年のちかこです。新大ハイプとは等身大で楽しくをモットーに、新潟大学の学生教員職員が一緒になって活動している PR グループです。本日のテーマはファッション。これを聞いた後には、大学生になったら何を着ようかなと心を躍らせている君が、大学生になるのが10倍楽しみになって、ファッションになんて興味ないよという君が、あれ？ちょっと気になっちゃってる？そんな配信を目指します。インスタで大学生スペースファッションと調べてみると、モテる、即垢抜ける、一癖ある、個性派コーデなどの文言や、大学生の1週間コーデ、キュン死する彼氏の服装、おすすめのブランド、ファッション別大学生あるあるなどの投稿が並びます。流行りに乗りたいとか、でも人とちょっと違いを出したいとか、モテたいとか、いろいろな需要が見て取れます。また新潟大学にあるのかは不明ですが、ファッションサークルなるものも多くの大学にあるみたいですね。私が見聞きする周囲の様子からは、できるだけコストを抑えて楽しむ人や、バイトを頑張って長く使えるようなものを奮発して買っている人もいて、肌感で言うとやっぱり通販サイトで購入している人が多いです。古着系、アイボリーやベージュなどの色を使った単色コーデ、量産型や地雷系コーデ、きれいめカジュアル、我が道を突き進んでいる人などなど、実に多様です。今回は私のデコボコファッションヒストリーを紹介するので、皆さんにとって参考になるところがあれば嬉しいです。まず高校時代、私が通っていた高校は私服でしたが、よく母になんか適当に買ってきてみたいなオーダーをして、買ってきてもらったものを着るなど、受験期は特にゆったりしたあったかいのであれば何でもと適当でした。現役高校生の皆さんはどうなんでしょう。気になりますね。適当だった高校時代に反して、近頃すごく感じることなんですが、朝にその時の気分に合わせて何を着ようかなと考えて服を着ると、よし今日も頑張るぞとすごく気合が入るんですよね。私にとって服装が大事なものだからだと思います。それが人によってはメイクをした時であったり、顔を洗った時であったり、ご飯を食べた時であったり、いろいろだと思います。まあ自分の気合が入る行動が何か分かっていると便利ですよね。高校時代もそうしていれば、もっと勉強に集中できたかもなんて後からなら何とでも言えますね。そして大学に入学し、模索期に突入します。もともと興味があるのは自覚していたので、自分の好きなものは、似合うものはと模索し始めました。環境がガラッと変わる機会なので、服装もガラッと変えやすいということで、皆さんもぜひいろいろやってみてください。あるところに落ち着いてくるはずです。初めの頃は何か舐められないようにみたいなマインドが格好を作り上げていたようです。かっこいい感じの格好と髪型でしばらく安定していました。まさに武装というか、なんだかちょっと強くなった感じがしました。そして最近になって気分の変化が起こりました。髪色も暗くなり、なんだか柔らかめ、可愛め、その中にこれまでの模索で見つけた自分らしさみたいなものも感じて、なんだかいい感じ。前のも気に入っていたけど、最近の自分の格好はもっと気に入っています。ここで思い出したエピソードを一つ。昨年度ご卒業された綾那須さんとお話ししていた時のことです。服装について、舐められないようにみたいな気持ちがあるかもと私が言うと、綾那須さんが、私は舐められてなんぼだと思っているとおっしゃっていて、なんだかすごくかっこよかったです。この言葉を理解しきれてはいないと思いますが、舐められるということが親しみやすさにつながり、人と関わる上で良い影響があると、舐められることを許容する強さにハッとさせられました。はい、ということで私のデコボコファッションヒストリーの紹介でした。たまに聞く言葉があります。センスないからさ、よくわからないんだよね。興味がありそうなのにもったいない。高校バレーボールが題材の漫画ハイキューに、才能は開花させるもの、センスは磨くものというセリフがあります。磨いていないのに
センスがないからと諦めないでください。そしてセンスを磨くのは実践です。で見てなんか違うな、あ、しっくりきたを繰り返すことで磨かれるんですよね。ぜひ大学生になった暁には恐れず、人生で一番自由かもしれないファッションライフを楽しんでください。そしてそれが今の勉強のモチベーションになれば嬉しいです。最後まで聞いていただきありがとうございました。これからも新潟大学をより身近に感じてもらえるような配信をお届けしていくので、フォローや話してほしいことのリクエストなどももらえたら嬉しいです。新大ハイプでは他の SNS でも発信しているので、そちらもチェックしてみてください。それでは次回もお楽しみに。今日も一日頑張りましょう。